私は生態系と人獣共通感染症の関係という視点からちょっとこれまでとは違ったお話を、させていただきたいと思います。新型コロナ禍以前からもうすでに感染症のリスクは急速にグローバル化していると言われています。人の感染症の60%以上は動物由来と推測されており、これまでに非常に致死性の高いような病気が世界中から発生しており、そしてまた人や物が非常に広域に移動するようになってきた今日、そのリスクは急速に拡大する、あるいは拡大するのではないかという懸念がまた強くなってきています。今日お話しする人獣共通感染症ですけれども、人獣共通感染症という言葉は他に人畜共通感染症ですとか野生動物由来感染症などと呼ばれることがあります。同じ病原体によって人と人以外の動物が感染する病気のことを指します。で、もともとは野生動物が持っていた病原体が、家畜に移る、あるいは直接家畜に移ってから人に移る、あるいは野生動物から直接人に移るというような形で人獣共通感染症が発生してきたと考えられています。で、このことについて非常に重要なのが接触機会の増加ということです。自然生態系から野生動物が持っていた病原体が人の社会に広がってきたということから、こういった現象のことを病原体があふれ出るスピルオーバーというふうに表現することがあります。こういった人獣共通感染症のリスクが高まるにつれて、まずはグローバルスケールでどういった地域が危ないのか、高リスク地域というのはどのあたりなのかというような研究が進められてきました。その結果、上の図に、地図にありますように、黄色、そして赤で示されているような地域が現在、高リスクの地域と考えられています。逆に言いますと、上の地図で緑色が残っているの、いるような部分は、地域はさほど、リスクが高くないというふうに考えることもできます。下の地図、これは何を表しているかと言いますと、自然度が高い地域を濃い緑色で示しているイプベスが示した地図です。両方の地図をよく見比べてみますと、緑色の地域が大体同じように分布していることが分かります。自然度が高い地域ではリスクが低い可能性ということがここから推測されます。では、どのような要因が人獣共通感染症のリスクを引き起こしてきたのか、これについてもさまざまな研究が進んでいます。その一つをご紹介します。いくつかの人為的な要因について人獣共通感染症のリスクをどれくらい説明するのかについて研究を進めた結果、熱帯雨林の保全の状況というのが最もこれをよく説明するということが分かりました。人獣共通感染症のリスクと熱帯雨林の面積というのはちょうど逆の相関関係にあります。ですから、熱帯雨林が減れば減るほどリスクが高まるということになります。また、人口密度、こちらは感染症リスクとパラレルに相関しています。このほか、気候変動、野生動物の生息状況、農業といった土地管理が人獣共通感染症のリスクと関係が深いということが分かってきていますが、気象や野生動物、農業に関しては簡単にどちらが増えればどちらが減るというような単純な関係ではないというようなことも分かってきています。このような人による土地の改変、これが人獣共通感染症のリスクを高めるというようなことが分かってきました。特に今年2020年に入って人獣共通感染症と土地利用、あるいは人の活動との関係の研究論文が多数報告されています。そのうちの一つが向かって左側の図の結果になります。原生の
生態系で人の利用がほとんどないものを基準にして考えますと、生態系がどんどん人工化していく右側に進んでいくにつれて、病原体を持つ野生動物がどん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 広がっていく、野生動物の種類が増えていくということが明らかになりました。これは野生動物だけではなく、家畜も含めた宿主動物がの種類が増えていくということが分かってきました。その中で非常に重要なのが、右側の図にあるように家畜であるということも明らかになってきました。右側の図はウイルスに対して、一つのウイルスに対してどのような種類の野生動物が関連しているのか、連関しているのかというのを示した図になります。色の違いが動物の分類群の違いに匹敵する、当てはまるんですけれども、その中心の部分にあるこの大きな丸、これが全て家畜ということになります。円の大きさはウイルスに対する関係の強さを表しています。このように家畜、例えば牛、羊、ヤギ、豚、犬や猫なども含まれます。こういった私たちに身近な動物が人獣共通感染症を引き起こすようなウイルスをと野生動物との間でつながっているというようなことが分かってきました。このようなことから人の活動や土地改変、あるいは人による動物の利用によって自然界から人社会へ病原体がスピルオーバーする現象が起こっているのではないかと予想されています。それでは自然生態系がまだ十分に残っているような地域、そういった地域では生物多様性も高く、そして感染症のリスクも低いのではないかと予想されるのですが、そのメカニズムはどうなっているのでしょうか。これについても研究が進められてきました。その中で最も有力な仮説とされてきたのが、希釈効果、ディリュージョンエフェクトと呼ばれる仮説です。病原体を中心に考えてみますと、病原体はどのような宿主動物でも同じように増えることができるわけではありません。適切な野生動物もあれば、不適切な、あまり増えることができないような宿主動物もあります。ですから、野生動物の種の多様性が上がってくれば来るほど、適切な宿主の密度が相対的に薄くなってくる。そしてリスクが下がってくる。このような現象のことを希釈効果と呼びます。この希釈効果は、マダニが媒介するライム病と呼ばれる人獣共通感染症やマラリアなどで、スリーモデルなどを使って証明されています。しかし一方で、全ての人獣共通感染症でうまくこのことがクリアに説明できるわけではありません。最近の研究では、このような野生動物の種の多様性が増えてくるというような単純な関係だけではなく、例えば野生動物の餌が増えることによってこれを食べる動物が増える、この動物が増えることによってまたこれを捕食する生物が増える、このような複雑な食う食われるの関係、ここにまた気候変動のような非生物的要因も含まれる、入ることによって、実際の関係は極めて複雑で簡単には説明しにくいんだけれども、やはりこのような複雑な関係があるということ、そして生物の多様性が高いということ、もしかすると野生動物だけではなく他の生物も含めた生物多様性が高いということが、野生動物由来感染症が新しく発生してくるリスクを抑えることに重要なのではないかと予想されるようになりました。それでは、私たちが野生動物由来の人獣共通感染症を予防するために一体何をしたらいいのでしょうか。生物多様性の保全というのはその中で非常に重要と考えられています。
ですが一方で、ここにも注意が必要だということが分かってきています。例えば、これはアメリカ合衆国のライム病を例とした事例なんですが、ライム病というのは先ほどお話ししましたようにマダニが媒介する感染症です。アメリカでは現在年間3万人以上の患者が発生していると言われています。中毒になりますと髄膜炎を起こしたり、あるいは神経麻痺が長期間続いたりするような大変怖い病気です。この病気がなぜこんなに拡大してきたのかということについての説明は、森林の面積が拡大することによって病原体である、この場合はバクテリアなんですけれども、バクテリアにとって大変重要な公的な宿主であるネズミが増えたこと、そしてバクテリアは直接人に感染するわけではありません。マダニを介してマダニが媒介者となって人に感染するんですけれども、このマダニを増やす鹿が非常に密度増加させたこと、このことによってライム病が非常に増えたのではないかと考えられています。これらのことから現在予想されているのは、単に野生動物だけ、あるいは単に森林の面積だけ、そういったことに特化したような生態系の修復ではなく、森林も、そして生物の多様性も、もちろん気候変動といったそういった非生物的な要因も含めた総合的な対処をすること、こういったことが感染症の対策として必要だろうと考えられるようになってきました。もちろんその中には外来種のような動物も含まれてきます。これらを統括的に、包括的に、総合的にうまく管理できれば、野生動物由来の感染症、これがどんどん広がっていくというリスクを抑えることができるのではないかと考えられるようになってきました。日本ではライム病と同じようにマダニが媒介する感染症が現在西日本から広がっています。重症熱性血小板減少症候群、略して SFTS と呼ばれる病気です。2012年に日本で初めて発生が確認されましたが、その後、患者数が増え、また発生の地域も西日本から徐々に北上、東進しているところです。この病気はおよそ30%の致死率と言われる大変、怖い病気の一つになります。そして現在野外で活動される主な年齢層、例えば農業を中心的に担ってくださっている方々、あるいは野生動物管理に関わっていただいているハンターさんの年齢、60代以上のこういった年齢層の方々で感染リスクが非常に高く、また死亡のリスクも高いということが分かってきています。こういった大変な病気が広がりつつあるということで、またこのことに鹿が非常に大きく関わっているらしい、マダニを増やしているらしいということが分かってきましたので、私ども森林総合研究所では国立環境研究所、国立感染症研究所、都立大学と共同で、ただい現在研究を進め、どのように防除すべきか、管理を進めていくべきかという研究を進めています。このように生態系も簡単に修復する森林を増やせばいいというものではないというお話をしましたが、大変難しそうな、難しい問題が山積しているのが現在の状況です。ですが一方で、成功の事例という大変明るいニュースもごくごく最近なんですけども報告されています。それがここにお示ししていますインドネシア・ボルネオ島の成功事例です。もともとこの地域では違法伐採による森林減少が非常に多いという状況でした。そこで政府が NPO と MOU を、地域コミュニティとを含めて MOU を結んで、この森林減少に対処するという活動を始めました。このことによって特に違法伐採が激減しまして、森林の減少率というのも抑えることができました。また一方でこの MOU がいろいろと調査をした結果、
貧困、社会インフラの不足、こういったことが森林減少に大きく関わっているということが明らかになったことから、医療の充実にも力を尽くしました。その結果、森林減少も抑えられる、そして医療へのアクセスも高まるといったウィンウィンの関係が報告されています。全体をまとめます。人畜共通感染症は生物多様性の減少や劣化、気候変動などの環境問題と大きく関わっており、もう今や環境問題の一つと言っても言えるいいのではないかと考えられます。その中で特に森林の減少や分断化、劣化は非常に人畜共通感染症と大きな関わりがあります。これをどうしたらいいのか、今ここで簡単に一つのお答えを示すことはできないんですけれども、私たちは科学的な根拠に基づく持続的な生態系と人の関係のための、人の健康のためのアプローチを進めていくべきであると考えています。ご清聴ありがとうございました。